はい、はい、はい、今回ですね、SNS で流行ってる、はい、肉ジェンガってのがあるんですよ。ほう、知ってますか？肉でジェンガをこう、ジェンガみたいに積み上げていくやつ。その名の通りのジェンガ、そう、こちら用意しました。これ加工肉ですね、これ。加工肉なんだ、これ、うん、綺麗に長方形に切ってもらった。これって何？加工肉ってのは普通の肉はカットして食べるけど、これはミンチした肉を混ぜて固めたものを加工肉って言うわけ。サイコロステーキとかある、はい、あれ全部加工肉。そうなんだ、うん、一回バラバラにするんだ、うん、だから脂身が結構ジューシーな感じの肉の肉、その加工肉、うん、じゃあまず一段やって俺が、うん、多分一番下って重要だと思う。重要だね、うん、おー、いいんじゃん。あー、いい、はい、積み上げていく中で倒れたらダメなんですか？倒れたら負けです。あ、これじゃないんだ。抜くタイプじゃなくて逆に積ませていく。あ、そういうこと。ゲームとかじゃないから。あ、ゲームじゃないんだ。ゲームとかじゃないけど、うん、積み上げていこう。積み上げていこう。けど、崩れたら、うん、全自腹です。うん、ちょっと積み上げていこう。これ綺麗だね、美味しそう。美味しそう。美味しそうじゃん。美味しそうだ。何段までいくんだろう。今4段目ですね、ひっちゃん。ここまで行きたいな。確かに、いけそうだな。あ、いいね、いいね。あ、いい。いいね、いいね。あー、OK、OK。綺麗な形のやつから選ぶわ。うん。お、これ落ちそうだな。この角度やばいな。ここむずいぞ。うわ、わ、ざらみだってる。溶けて落ちそうだな、これ。一応、しんなりする前に早くやらないといけんからね。オッケー、今何段？7段7段、8段目、10段目みたいな。え、ロッキーさんの次、怖い。なんか違う、ちゃんといいの使ったから。注意されてる。なんでだろう、こうやって。記録狙ってない。どうしよう。もう、意味つかないんだよな。もっとこの時点で俺が思い描いてる肉じゃんがじゃねえんじゃないの。やば、めっちゃこうなってる。むずい、むずいね。いや、めっちゃハルクさん側に傾いてる。今7だよな、まだ7だよね。あ、いや今8段目通過。8段目、はい、お、いった。おー、形合わせて曲げるの少し。曲げれる。曲げることによって綺麗にフィットする。フィットする。10きた。お、11。11きた。11きた。てか普通のジェンガってここを楽しむとこじゃねえっていう。積み上げる部分だから。確かに。うわ、いびつなやつしか持ってない。さあ、13段目。25でいけるんじゃないこれ。あー、ちょっとなんか。なんかちょっと難しいな。ちょっとあれだぞ。難しいな。うん、どうなってる？届くなってる。オッケーかな。変える？あ、これいい。うん、これやって。うんうん。なんか変な連帯感が持ってる。うん、きた、15。こういう歩数の大事にしておくの。そうだね、後半。嫌なんですから。17は難しいよ。17段目。モンスターボックスだったら17で脱落する人が多い。多いな。池谷直樹。いけるか。よし。いけそう、直樹。17完成。あ、なるほど。なるほどね。三角形を。18段目。こうやって合わせると。形が合わせると。すごい。そしてまっすぐなってるから。18段いった、これ。18。オッケー。20いきたいな、ここまでいったら。79段。あと1個乗るか、うん、太いのが残ってるね、プチッ。やばいかも。離せる離せない。離せない。終わったか。終わったか。ちょっと微調整したら20体。下の肉が溶けてきてるんだ、これ。あーあー、来た来た来た。あ、やばいやばい。あ、倒れた倒れた。ここがやばい。今どうこれ、前回インチキだよな、これな。微調整。あ、いい。きた。うわ、キャーでギリギリだ。ハロクさんの番。これ厳しい。もう支えて。もうビンタで支えて。20段きた。20段。あ、20段。いや。20段で今どう？話しめて。ゼンガじゃない。それゼンガじゃない。ゼンガってこういうやつだって。何をやってる。あ、来た。あ、来た。サムネ取ろう。サムネ。来た。来た。サムネ。20段新曲だもん、たぶん。肉前回では。あ、そうなんだ。記録だ。肉前回では20段も。俺が見たのでは、20動いてなかった。記録ということで。どうぞ。じゃあ、祝福返すね。美味しそうに見えてきた。
見えてなかったな。はい、まあ、10人ハルキさんの目にいや固まってる固まってる。あー、うん、すごい油。白いの油なの。油だよ、油。いいこと。ん、いいこと。ジューシーってこと。柔らかい。美味しい油。柔らかい。太る油。そう、桜エル油。うわ、めっちゃいい匂いしてきた。やばいどうこれ。いいね、いいね。どんだけあるんだから。お家でこんなことしてるの初めてだから、すごい新鮮。焼肉屋で普段やるからか。そう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 。家でこんな網焼きで焼肉とかやらないよ、はい、確かに。あはは、拍手が起こるんか。拍手起こるでしょう、これは。ここ最近飲んでないからな。はい、これね。はい、じゃあ、カリーン。うぃー、うわっ。加工肉でこの皮の部分再現できるのすごいな。最近人工肉が、うん、あー、あるね、人工肉、うん、なんか、あれって言ってた、牛をたくさん育てると CO2 が増えちゃうらしい。あー、ゲップだっけ、うん、そうなんすか。ね、ゲップって言うね。そうなんだ。だから、牛を育てずに肉、人工肉を作れば環境にもいいんじゃねってなって、うん、大豆肉もね、最近美味しいし、ね、ビーガンの人が食べる肉、うん、大豆肉ってのがどうってる。普通にでも、売ってるよ、大豆肉、うん、人工肉は大豆や小麦のタンパク質のあるやつって、それで肉にしてる。ああ、やっぱ大豆系だね。人工肉の形って、なんだっけ、ビーガン。あ、ビーガン、ビーガン、なんかモーガンってめっちゃ美味しく食えマック食わないってこと。マック食えない。あの、ハンバーグがあるから、うん、肉だから。へぇ、ホットフライ分けるよ。魚、ビーガンはどこまでダメなの。どこまで OK だ、どこまで。なんか、両足が、両足両前、あ、なんかそんなのあってるね。あ、基準があるんだ。なんかあったんだよ。はいはいはい、なるほどなるほど。足がある魚、手足がある魚。足がある魚、手足ある生き物。培養肉は細胞を牛や豚、うん、鳥などから採取し、それを増やした後、細胞を、うん、あら、食べてきた、肉の匂いした。いや、家近くて肉の匂いがして、うわタイミングいいな。あ、でも食べた。どうしたんすか。ん、どうもしないの。こっちが、こっちがどうしたんだけど。培養肉は細胞を牛や鳥、豚、鳥から摂取し、それを増やした後、採取し、それを増やした後、増やした細胞を用いて組織を形成することで作られてるって。あの、用いるって感じが読めてなかった。ああ、初めての加工肉。初めてだと思う。ジューシーだ。いただきます。加工肉の種類がいいから。ああ、そういうかも。かもしれない。あ、食べちゃった。うまい。あ、美味しい。煙すごいな。うん、あー、やばい。んうまいよ。何で食った。ポリンチ。うん、パンチ何で食べる。味付け。ポリニシ一択です。はい、ありがとうございます。ああ、なるほど、うん、うまいよ。柔らかいね、加工肉。うん、食べやすい。うんうん。加工肉って何の肉なんですか。今度の動画で見てもらえば。うん、あ、いただきます。うん、結構熱かったら。ジューシーです。うまっ。サイコロステーキに使われるやつ。あ、うん、加工肉で偽造あったよな。牛肉オンリーって言ってるのに、うん、豚肉とか鶏肉とか、あ、そう、わからないんだよ。ちょっと混ぜて入れたらバレないんじゃねって言って、うん、やったり、賞味期限切れてるものを、ちょっと振ったらバレないんじゃねって混ぜたり。気づくもんなの。だいぶ密告じゃん。密告じゃない。内部告発だ。懲役4年。え、焼肉はもうわかんないですよ。焼肉好きじゃないですか。焼肉行こうぜみたいな。美味しさがわからんってこと。いや、システムがわかんない。焼いて持ってきてって思うんですよ。焼いてる時間なんだろうって言われる。ちょっと楽しめないから、ワクワク。でも取られて消えてたわけよ、これ俺のだよ。うん、つばすけど。なんでご飯食べるときにさ、キーハラで言うの。目ギラギラ気がする。俺も。前もって言えばいいに、俺のだからよって。ご飯の時間にそんな。俺の、これ俺のだからよって。こういうやつ言ってた。あれ、なんか煙がめっちゃすごいってのと、ちょっと時間効率を考えて。もうそっちの方が早いな。うん、鍋で。油なしでいけないかもしれない。見せそう。すっごい油っすね。油出てんね。全部油？全部油っす。これしかも下に油しかないで焼き始めて。へー。この状態？この状態です。これが加工肉よ。すごいっすね。あのサシの部分が出てんのかな、多分。あー。すごい。すごいな。すごい。なんかタレに漬け込んでるのって感じぐらい油出てる。すごいな。
ごちそうさまでしょう。成形肉もたっぷり食べれたね。めっちゃお腹いっぱい。美味しかったけど、お腹いっぱいだ。これ以上もう入らん。今回20段作れましたね。20だから、20の3だから60キロ。あれ、サムネごまかせようかな、あれ。で、サムネ、あーってなってる。ほんのあーって顔してるけど、いびつな形だからな、全部。ちょっと難しかったね。じゃあ今回は、いびつな形をした肉ジェンガを作ってみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。スーパーが閉めるの初めて見た感じ。まあないよ。